こんにちは、今日の靴のお話は、靴の紹介というよりか靴の収納についてお話ししたいと思います。今2つほど靴を置いてるんですけども、実はこちらのシューズラックっていうのを半年くらい前ですかね、取り入れてだいぶね、靴の収納スペースが増えたというお話です。一番最初は100均のセリアで見つけて、その時に、これを買いに行ったわけじゃなく、たまたまセリアに行った時に、これがあって、うちのシュークローゼットに合うかどうか分かんなかったんで、とりあえず試して5個買ってみました。そしたらね、ちょうどスペースにぴったり収まるサイズのもので、何を気にしてたかというと、幅じゃなくて高さですね。23センチの高さの幅にちゃんとこうやって置けるかどうかっていう不安があったので、試しに5個買ったらちょうど良かったので、同じものをね、またセリアでね、なんか大量に買いに行くのもちょっと面倒くさいなと思って、いろいろ探したら全く同じものが楽天で出てたので、それが写真貼っておきますけれども、楽天で追加の必要な分をね、全て購入しました。で、今見たら楽天でレギュラーってやつなんですけども、シューズラックスリムショースペースシューズボックスっていうのがあって、15個組で578円、税込み、めちゃくちゃお安いですね。ただね、送料が880円かかるので、送料代ね、気にされる方は100均行って探してみてはいかがでしょうか。私行ったのはセリアですけど、他にいろんな百均でやってると思いますし、ニトリとかでもね、同じものじゃないにしてもこう似たようなシューズラックがあると思うので、ぜひ探してみてください。それで割とこうシューズラック、どの靴でもいけるわけじゃないんですけど、当然ブーツとか当然はまんないんですけども、入れてる中でギリギリ割とこう大きめの靴を2つ今回出してます。はい、1つがこちらのオールデンの9901、はい、こちらのものですね。ダブルソールなので割とこうごっつい革靴の方になるんですけども、あともう一つスニーカーでニューバランス、はい、こちらはニューバランスの993、これがねちょっとギリギリで、ね、これでも収まってるというものなので使い勝手が良くて、これに収まらない靴はもうどうしようもないんですけども、これを導入したことによってローファーとかスリッポンシューズ系はほぼほぼこれに収まりますし、だいぶねスペースが増えて、2列シュークローゼットに今これを使ってるんですけども、その2列分でだいたい 1.5 倍ぐらいスペースが広がりました。はい、皆さん靴の収納悩まれてる方多いかと思うんですけど、自分もずっと今までそうで、引っ越してもねすぐこう収納スペースがなくなっちゃうみたいな、広げてもまたすぐなくなっちゃうみたいな感じで、不定期に靴の出し入れをして、しばらく履かないだろうなと思うのは、倉庫にしまったりとかして、レギュラーとファーム落ちみたいな形で入れ替えはするんですけど、それにしてもね、入れ替えてちょっとスペース作ってもまたねすぐ埋まっちゃうみたいなことが続いて、結構収納で悩まれてる方多いかと思うんですけども、平置きだけされてる方はね、ぜひねこれちょっと検討してみてください。このタイプ、これズバリでもいいですし、こういうタイプいろいろあるので、だいぶ収まりがよくスペースが増えると思います。で、私が気にしたのがこの高さ23センチのところに収まるかっていうのを気にして、これだとねちょっとギリ入らないんで、これは高さが気にしないところに置いてるんですけども、こちらのオールデンのプレーン2であれば23センチの高さのところでもきっちり収まるので、非常におすすめです。取り出しもしやすいですし、軽いですし、あとねちゃんとここにストッパーがついてるので、こう置いて靴がちゃんとこうここでストッパーで収まるみたいな、ここでちゃんと引っかかるっていうのがおすすめポイントですね。値段もお安いですし、これでね収納スペースが増えて置ける靴が増えました。ただ言ってもまた置ける靴が増えると増えたで、しまってたやつをまたこう出したりとかして、結局今も収納スペースパンパンなんですけども、結局出し入れはしなきゃいけないんですけど、少しでもねこう有効活用して収納スペースを増えることをこれからも考えながら、なるべくね履ける靴をね簡単に取り出しやすいようにしていきたいなと思っております。新品の靴買うといつも買う時って嬉しいんですけど、買ったら買ったでどう置こうかっていつも悩んでるんで、
こういうものを取り入れたりとか、他にもね、なんかこう参考になる事案とかあればぜひ教えてください、コメントください。服もそうなんですけど、靴の収納スペースっていうのも常にこういっぱいいっぱいになりがちなので、有効活用できる方法をね、皆様に教えていただければ幸いです。これは本当におすすめなので、導入されてる方もね、こういうものをもうすでに、いやもうこんなん使ってるよっていう方も多いかと思うんですけど、ただこういうふうにね平置きで置かれてる方はぜひ一度こういう置き方ご検討してみてください。だいぶねスペースが広がって置ける靴が増えると思います。ということで今日はこちら あのシューズラック、靴の収納についてお話をさせていただきました。どうもありがとうございます。